で、土地を任せてほしいと言ってるんだが、高久隊ぐらいしかいないので、よいしょ、承認お願いします。あ、頑張ってもらう部屋頑張らせましょう。あー、3000めんどくさいことになってるのがいるな。2000無視でいいな。よいしょよいしょ。名の者、戦の支度だ。城を囲め、城を囲めよ。一部隊三しかあるまい。よしよし、鉄砲をやってるぞ。取ったわ。それ落ちるんじゃないかな、簡単に。領内が明け、軍ではと言ってるけど、あー結構来てますね。慎んで受けてまわります。承知つかまつった。金がないのでこれぐらいしかできないですが、これは仕方のないこと。誰かいる？森脇さんか。感謝いたす。あ、やってるやつが入っちゃってんな。ありがたき幸せ、感謝いたす。ありがたき幸せ。こんなもんか。軍団編成で吉弘隊に任せます。届かない。グッと言ってくれ。戦の支度だ。中村御所突破されているないか。できながら見事。よいしょ。生け捕りとしたぞ。忠殺を尽くします。嘘だろっていうね。龍蔵寺を見限りと言ってるんだけど、敵を攻め立てん。寝返り士官してくれるらしいので一旦狙わせるか。申し上げときことが。貴殿にお伝えします。貴殿にわしを。これあれだな、この北方だけ任せるの別の部隊がいてもいいかもしれんな。島付けとは相入れぬと。まあまあまあ引きましょう。これここ行けばいいんじゃね。わしに続け。よいしょ。じゃあさじき、城攻めを始めよう。被害に遭った城をと言ってくれてるんだけど、出陣する。まあサクッと取らせましょう。今動きたくないね。てか中村御所取られたか。中村御所取られたが、薩摩隼人の城取りを再び取り返して、よくわかんないことになってますね。ご恩は忘れません。皆の者、戦の支度だ。もっと6000で攻めてきた。防衛要請ができると。防衛要請できるとなると認めてやろうぞ。結構しっかりと防衛されるんじゃないか。これ6000だろ。だって城なぞ早々に奪ってくれる。野戦となる。佐治騎乗を構えよ。城が攻められておるだと。どこが攻められてんのか知らんけど、戦の始まりぞ。これあれだな、停戦仲介を打たせる敵がこいつだ。構わぬぞ。これでいいんだ。完璧だわ。これで守りきれると。中村御所で、神前だけはマジで続けさせないといけないから、そこだけはまあやらせるけど、
でもまあ多分今のところ大丈夫、ね、その戦腕が鳴るわい。4000で河野家が攻めてきたよ。うん、厄介ですね。落としてくれよ。迎撃。よし、これが薩摩隼人の城だ。川をくれてやるわい。よいしょ。お断りする。船井館とかちゃんと突破できてるから多分問題なくて、しかもこっちに関しては今迎撃はさせるんだけど、背を向けねばならぬと。じゃ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 って言ってもらいましょう。申し訳ございません。耐久がやられてるな。地行入ってねえのか。片付けない。ちょっと入れさせよう。感謝この上なし。これでいけんじゃね。6000だろ。引くことになるとはの。ほいだ、元清とか言ってるし。島付けとは相入れぬか。敵勢退けたり。倒した。伊万里城を攻める敵はおらぬ。そして毛利との同盟も結べた。みんな聞いてまいれ。しひさ隊の援軍は出しとくか。兵を奮い立て、戦ぞ。去るしか。我が志は残る。さらば。我が志は残るが。花口よしや。まあでも。何をするかっていう話でしょこれ。腕が鳴るわい。あ、待て待て、こっちやろ。城を落としてみせる。城を奪いに行こうぞ。どうか。お前はもういいや。サクッと行ってもらおう。あ、でも落ちないなこれ。城を明け渡す他ないか。中村御所やられてるし。返すか。結局中村御所ダメですね。遅れずついてまいれ。当時高信狙ってもらいましょう。とりあえず今の状態は良くない。非常に背を向けねばならぬと。攻めるんだったら攻める、攻めないんだったら攻めないで行かないとダメですね。でこれは出しますと。で正直宗家こいつだよな普通。あ、従属せんじゃん。ありませんな。こいつは従属させます。これで安心だ。あとお前ここな。出陣いたす。よいしょ。竜造寺をとりあえず滅ぼさないと今のうちの戦い方だ結構厳しいことになってるので、すんなりといきましょう。よろしいですか。よし、金銭収入上げてくれる。それはでかいんですね。で、毛利はどう？長期間同盟8ヶ月あるから、まあ多分何もしなくても問題なく行ってくれると信じよう。備えよ。よろしいですか。これまでか。戦にて。めちゃめちゃ人がやられてんのがうざったいか。高久隊こっち行くか。お前らここだ。好きにやれと思うが。これが薩摩隼人の城だ。クルベジオ完璧にやれてるからあと少しですね。まあこれぐらいはやんないとやっぱダメだからね。戦の始まりぞ。遅れずついてまいれ。黒瀬に向かう。まあ好きにしてもらおう。城を落としてくれよ。そこは誰だ、土地は。皆の者、戦の支度だ。ああ、吉弘隊が言ってんのね。攻め立てよ。なるほど。
ヨシヒロ隊が行くか。まあ行っていいと思うけど、ヨシヒロ。行け、我らが城を落としたぞ。敵将我が手に落ちた。3名ほど獲得できたということで、目的は達したね。で、寝返り士官、鍋島直重が欲しい。考えがあります。いるね。使えてみるもよい。よいしょ。お使いするとしよう。まあこの辺は好きにさせよう。聞くほかはなし。おのども、ついてこい。いってるね。まこと、愛すまぬ。まあ、あとはもう、プラスアルファで、軍出しつつになるだろうね。妙案がございます。よいしょ。で、人が入ってないらしいので、鍋島直重入れてやるか。そして浄化施設を建てましょう。入れてなかったね。まあこの辺は建てさせないと話にならないので、建てさせてなんぼ的なところなので、これでいきましょう。さあ行くぞ。腕が鳴るわい。もう毛利攻めをこの後するかどうかで変わってくるんだよな。腕が鳴るわい。やるのか俺毛利。薩摩隼人の城取り。敵将を捕らえた。よいしょ。とりあえず義弘頑張りました。黒瀬まで突破してくれて、安定的に倒してくれそうですね。で、あとはまあ城を奪います。ここでもう削るしかないんで、ちゃっちゃか削ってもらいましょう。1900、まあ、ちょくちょくやってるからこのまま削ってくれれば終われる。32、いやー出てきたか。200、まあでもいけるね。深くだな。雄三寺はめっちゃ打ち死にしてるのはうざったいが、倒せ倒せ。よし、平戸も突破。これは偉いね。ご恩は忘れません。よいしょ。九州統一はできたという感じかな。で、一応寝返りか。考えがあります。鍋島さん、お使いしよう。清房さんをゲット。お聞きください。まだいるね。ガマチさん24歳。物申します。ガマチ秋森かな。夫人を始めよ。3名ほど獲得しました。じゃあ竜造寺を、これが薩摩隼人、征服寺突破で完璧ですね。よいしょ。竜造寺滅亡させましたと。かなり優秀だった。ああ、まあでも高抜くぐらいですね。ちゃんと全員登用できてるの偉いな。で、いろいろと頑張ったんで、一旦、部隊の整理をしたいので、ここは解散させて、こんなもんですかね。心得申した。これでいきましょう。で、俺は長宗壁元親とかを戦いながら行くべきだろう。織田がやばいな。てかまあこの感じ、織田と同盟を結ばないと話にならないので、織田350、いいね。心得ましてござる。で、毛利とは織田家と同盟結べるまではまあぶつかりながら行くんだけど、毛利家との信用が100になりましたよ。同盟をやらせつつ、これさ、
まあ 100% 毛利攻めは後ほど発生するのでそれはいいとして、1700しかくんないの、ケチだね。治療した方がいいよと言ってくれてるんで、じゃあ治療、いや絶対こっちだろ、過労年下こっち入れたいね。感謝いたす、感謝いたす、よいしょ、ありがたく、いっぱい入るね。あとどうしようか、ちょっと待って、まだまだあるでしょ、よいしょ、ありがたき幸せ、いいね、入るね、がっつりと。優秀なやつはいるんだけど、カバヤマさん60前後あるなら出ちゃいましょう。 OK で、大官も入れると、普通に優秀な70超えのやつらが入るのは嬉しい。あ、こんなもんかな。で、軍開発系を入れないとダメかなと思ったんだけど、意外とそんなことなさそう。3歳1こんなもんかな。でここに軍を出すように設定しておきましょう。一応毛利との同盟は走ってんだよね、人、あ、いない、お分かり申した、これで大丈夫でしょう。でそういえばの浄化方針を入れてなかった。まあ親善作業中だから君はできないかもしんないけど、やらせときましょう。頼むぞー、ここに行くっていうね。出陣する、こうなきゃ行くのか、まあそれはいいや。毛利と同盟、毛利しっかり同盟できてる、できてる。そして、織田ですね、織田も着実いってるのでこのまま行きましょう。織田家は重要よな、今後のこと考えると。絶対に不養生がたたったようでござる、よくないね。ただ行きましょう、中村御所です。3000人、意外とカジキの部隊とか出ない、足りるっていう判断なのかもしんないけど、四国の湯つらいな。よいしょ、わかりました。商業を5万以上にするか、つらいが、ここはこう行くしかないところ。そして3600だよね、腕が鳴るわい、十分な兵が出てるとか言い切れるのか。これ156出たところでだな、高久がやられてしまった。辛いですね。天命には逆らえるか。ちょっと待った、あー辛いな。とりあえず軍団編成、お前が限界まで行けるところは任せよう。こことここは任せるか、あれ、うん、よいしょ。で敵将を捕らえたわ、大野さん、ダメか、次こそ負けぬわ、この城は我らが落とす、意外と毛利戦じゃ、みんな心構えをせよ、1万もの兵をしのぎきれるかどうかと言われてるけど、敵将を捕らえたわ、しのぎきってくれないとダメなんですけどね。この拷問は忘れぬ、4名も手に入ったか、偉いぞ。寝返り士官、申し上げた、結構頑張ってるけど
敵を打ち払ってくれたわい。よしよしよし。猿しかあるまい。猿しかあるまいと言ってるけど、ちょっと待って、ここまで戻ろう。足を動かせ。ということでね、動画見てくれて本当ありがとう。まずは右側のチャンネル登録ボタンをクリック。そのまま左側のおすすめ動画ぜひ見てくれよな。あ、そうそう、高評価コメントも忘れずにね。ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。